はい、今からロイヤルミルクの2人前を作ります。カップにすり切れいっぱいのお湯を入れます。1杯目は8分目、2杯はすり切れ1杯、1杯の分は量が少ないから蒸発する分も多いです。2杯は蒸発はほとんどしません、量が多いから。だから蒸発分のお湯はいりません。だからすり切れ1杯で大丈夫。お湯が沸騰したら超山盛り2杯入れます。1杯は1分半ですけど、2杯目は2分ほど煮込みます。牛乳はカップすり切れ1杯分です。牛乳を入れます。沸騰直前で